せーの、皆さんこんにちは。はい、こっち見て。じゃあ一人ずつやるよ。どれがしたい？じゃあトトはこれ、まずこれとこれ。じゃあまずそれとやる。ディリはまずこれとこれだ。ディリ、かわいいね。ノノはこれとこれだ。じゃあどれがいい？ディリ、これ以外ね。紫、これ？これはあ、ダメだね。これトトや。これトトと。これはディリにして。これでいいです。オッケー。はい、じゃあやりましょう。じゃあトトはこれ。なんでディリが綺麗なの？からがいい。いいよ。あれ、赤もいるな。え、何やってんの？あ、これ出たい。おかしいやつ。じゃあ待ってって。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。え、ちょっとくっつくと思うよ、もう。もうくっつくと思う。つかないよ。いや、待って、それ違うわ。それ用じゃないかも。見て、こうやって見せて。こうやって。こうやって見せないと。見せなくてもいいよ。あー、くっついちゃってる。はい、これだよ、これ、うん、つけなくてもくっつく。なんで？くっつかない。くっつくよ、もうこれ。ちょっと待って、ちょ、りーちゃんまず晴れるからやってみる。指出して。あ、晴れた晴れた。ねえ、トト、ちょっと待って、トトも晴れよ。ちょっとこれ、ちょっとこれするの、つけない。うん、こっちにやるやつやと思うけど、貸して。取る取る取る。これだ。はい、おお。はい、次。おお。なんでよ。はい、はい、じゃあ次、りーちゃん、トト、リップ。りーちゃんやったよ、りーちゃん。はい、りーちゃん。はい、リップ。ダメダメ。まずどれからしましょうか。よいしょよいしょ。はい、くっつけちゃうで。どう？かわいい。うん。これ？はい。開ける？キラキラ。これ？リーちゃん上向いて。マカラを伝統化粧のやり方を教えるね。こっちがいい？ほら、中身こんな感じ。何も変わってない。ほら、こんな感じ。なあ、これを、発明してんの。どういうことよ。ちょっと YouTube みたいにやって。みなさんこんにちはって言ってやって、お化粧のやり方。はい、せーの、みなさんこんにちは。はい、これは、これは今日はお化粧道具を発明したいと思います。発明。こんなカメラ、こんな感じで。これは何？これはこの指輪をつけるやつです。中身はこんな感じで、
こうやって。りーちゃんは今これをね、やってる。いやいやいや、どうしようどうしよう。これを。りーちゃん。ねえ、できた？発明家二人。はい、いきますよ。次はこれです。あ、見て。次はこれ。つぶて、手を当ててるわ。みなさん、こんにちは。今から化粧道具を教えたいと思います。これはこれやる。こうやってでやった方が早いね。でやると、落ちた。じゃあ次ね、次のお化粧紹介しましょう。蓋閉めて。なんだ、お化粧道具を発明しようかな。これで、これは指輪っていうやつです。これを、これが指輪っていうんです。もうちょっと遅れ。じゃあ、皆さんこんにちは。からしよう。ののさっき言ってなかったから。皆さんこんにちは。今日はお化粧道具を教えたいと思います。同じこと言わんでいいわ。今からお化粧道具はこれです。これです。さっきやったでしょ。じゃあもうないんじゃない？もうない、もうない。あれよ。ほら、これと。紹介したよ。見て。ちょっとベタベタの世界になっちゃった。ベタ。じゃあこれ待っといてください。お化粧道具取って。これは鬼退治のやつだね。優しくやれば簡単に取れるそうです。こうやって教えてる。ほら、ね、そうやんないと取れないからね。こっち行って、あー、あれ、あー、こうやって、じゃーん、片一歩でできたよ。できたー。いやー、かわいい。こっち見せて、爪見せて。そうそう、笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で。